ヘルニア航空物語ドムルです。ショウガです。ソグちゃんです。はい、今日はですね、愛知県の混合バレー大会にやってまいりました。いらっしゃいませ、シンプルに混合の大会に出るだけで大人気企画なんですが、まあ安定に企画を盛り込んでいきたいと思います。ルーレットで引いたお題をみんなにバレずにやって、最終的に試合が終わった後にみんなは何個気づけるのかっていう対戦をやっていきたいと思います。例えば英語禁止とかあるじゃん。英語禁止ってワードを引いたら、英語禁止を勝手にやんなきゃいけない自分が、それを相手にバレたらダメ。え、もしそれ言っちゃったらどうする？言っちゃったら、言っちゃった時だけのポーズ、あ、言ったんだなみたいな、やったんだな、その NG 行動を。ここ急にザーッ。ブレッジデモだよ、ブレッジデモ。あ、どうぞ。バレるじゃん、それ。そうそうそう、だからそれは守んなきゃいけない。逆にやらなかったもダメ。あ、やんなかったなと思ったら、え、なんか何かをやってくださいもある。あ、プレー名はない。そう、何かの仕草とか、なんかそういうものが入ってます。じゃ早速引いていきましょう、一人ずつ。時間がないからね。皆さんどうもこんにちは、ルーレット回します。だ、何？一点決まるごとに桃上げジャンプ。きつ。一点だよ。25回やるってこと。きつ。はい、頑張ります。これつけたもんね。頑張ります。最近さ、ニキビができちゃってさ、泣いてんだよね。冬になったら一番最初に声出すだそうです。出せるかな。翔太ちゃんよりも先に出します。頑張ります。さあやってまいりました、僕のターンでございます。デレデレレレレレ、何が出るかな、みんな何が出たかな。いや、みんなちゃんと理解してるかな。はい、僕は深夜にだけハイタッチ禁止です。はい、僕深夜にだけハイタッチ禁止なので、うわ楽だな、そう考えたら。うわ、でも難しいんかな。いや、でもバレるんかな、深夜にだけは。よし、早速やっていきたいと思います。あのね、今日の大会ね、今日のね、大会ね、間の空き時間全然ないんですよ。なので一人ずつ今撮らせてもらいました。じゃあ早速行きましょう。さあ始まるよ。今日呼んでくれてありがとうございます。リョンとユウくん覚えてください。はい、今日はよろしくお願いします。これが1本目なんで、僕たちちょっとある企画をやってるので、ちょっと気にしてみてください。せーの、えいよー。
タッチ禁止だよね。合ってるよね。いくでー、ゴーラー。はい、Yeah!
そういうことか。合ってるかな。マジで何もだ。せーので言ったシーンや。せーの、ももあげジャンプ。あれ喜んだら飛ぶ。違う、点取ったら喜んで。ジャンプして。最後、ももあげ。よっしゃー。何それ。そんなんさ。点取ってジャンプして喜ぶのある。一緒じゃん。もう一個ある。こんなん知らんから。俺もわかんないようにいっぱい増やしたのね、パートナー。で、じゃあ次、翔太。カメラの前で何か言う。翔太何だろう、何もしてないんだよ。せーの、両手ハイタッチ禁止。大丈夫、カメラの英語禁止。カメラに向かって何か言うんだよ。ことちゃん、せーの、ハイタッチ禁止。サーブの時にジャンプで喜ぶみたいな。セーフセーフ。ピークだったらなんか叫ぶ。ピークになったら一番で声を出す。だから、しょうかちゃんとかがめっちゃ言うから、うん、だから飛んでたんだ。そういうことか。しょうか何も気にせず喋ってるから。これバリムズイス。めっちゃむずい。選択肢がわかんないから、ね。え、次チアなの？試合か。じゃあ試合このまま頑張りましょう。おい、頑張ろう。